どうも、ライオンです。さあ、今回はこちらのニッパー、オーロックスさんの極薄版ニッパー、これをね、紹介していきたいと思います。これね、ツイッターでこのニッパーのモニターを募集されていて、それをね、見つけたんで、やってみたいですってことでツイートしたら、なんと送っていただきました。はい。値段の方はちょっとわからなかったんですけど、Amazon だと2980円で販売されていました。まあ、2000円台のニッパーですね。まあ、そうね、初心者向けセットみたいなところからちょっと一歩ね、抜け出して、もうちょっといいニッパーを使ってみたいなっていう方なんかが、手に取る価格帯なのかなと思いますけれども、さあ、果たしてどんな感じなんでしょうか。まあ、名前がね、極薄刃ってことですからね。切れ味がすごいいいんでしょうか。楽しみですね。あ、まずは開封しますね。はい、中身はこの以上3点入っております。ニッパー本体に、保護カバー、そして、これはなんかこう緩くなった時に締めるための工具なのかな。はい、今はまあやらないでおきますけれども、このニッパー、まずこのグリップがとってもいい。うん、滑らないし、結構手にフィットフィットしてる感じ、なんか切りやすそうですね。あとまあ開きすぎとか、こう力のね、入りすぎを予防するためのこういった突起のパーツなんかもついたりとかして、とても安心構造になっています。そしてこの保護カバーなんだけども、ここにこういうベルトっていうのかな、がついてるのがとってもいいですよね。こういうね、保護のカバーにこう突っ込んどくだけってのはあるんですけども、こっち側からこうやってポチッと止められるって、これによって ね中のニッパーがギュッと閉じない。うん、やっぱり工具箱に入れたりとかして、またそれを持ち運んだりとかすると、なんかね、いろんなものがこう押したりとかするかもしれませんもんね。その時にでも歯が安心。やっぱりニッパーでどうしてもこう、ね、トンとこう、閉じた時にね、歯が痛むことってありますからね。とっても、このちょっとついてるだけがね、嬉しい。そんな保護カバーです。はい、そんなわけで早速何かね、パーツを切ってみようってことで、ちょうどこのガンプラの陸戦ジムがあったんで、これをですね、いくつかパーツ切ってみようかなと思います。はい、ではですね、早速切っていきたいと思います。このパーツからいきましょうか。まあよく使う感じのいつもの雰囲気で切っていきたいと思います。うん、切れ味はとってもいい感じ。スッと刃が入っていく。うんうんうん。まずはね、ちょっとこうゲート残し気味で一旦ランナーから切り離すっていう風にね、普段私はやっています。はい、こんな感じでするかな。ピントよ、来い。誰か、いいか、よしよしよし。で、ここをね、切っていきますけども、このニッパーね、片刃になっていて、こっち側が、いわゆるまな板とか言われるやつ。で、こっち側が刃ですね。うん。なので、まな板側をパーツの外側に逃がす感じで。ちょっとこっちがいいかな。で、よくね、片刃ってまな板と包丁に例えられるんで、まな板側にゲートを当てて、あ、映ってないな、この辺がいい、ここがないね。当てちゃうんだけど、私は逆に刃の方で切りたい角度をこう合わせて、ね、モニター越しなんでちょっと勝手が違う、刃の方をゲートにこう切りたい角度でぴったり合わせてと思ったら、なんか若干段差があった。で、まな板側で押し切る。お、めちゃくちゃ綺麗だよ。すごい綺麗だよ。断面見える？ここ切ったんだよ。ちょっとあるか。ちょっとあるか。でも全然目立たないよね。へえ、すごいいい切れ味。ちょっと反対側も。いますよ。ほとんどパチンって音しないもんね。そう。ここも綺麗じゃね？ここ切ったんだよ。うわー、いいね。
ものすごい切れ味です。多分ね、同価格帯の中でも相当いいかもしれない。うん、だって2980円でしょ、アマゾン価格。うん、初心者からおすすめできるんじゃないかな。うん、とってもいいニッパーです。あと何よりこのオーロックスマークがかっこいいよね。オーロックスってあの牛なんだけど、かっこいいでしょ。はい、そんなわけでこちらのね、HG の陸戦型ジム1個をね、組み立てました。全パーツこちらのニッパーで切ってみました。うん、さっきも言いましたけどもね、すごい切れ味、そして切り跡もとっても綺麗でね、まあ本当にいいニッパーだと思います。はい、まあギリギリね2000円台の価格帯でね、他にもいろんなニッパーありますけれども、まあそのあたりだとかなりおすすめのニッパーだと思います。まあ型番なのでね、慣れてない方はちょっとまあ、慣れが必要かもしれませんけれども、まあそういった意味ではその型番のニッパー最初にね、どれ使ってみようかなって時のおすすめとしてもいいかもしれません。はい、なわけでですね、普段だったらこっちが主役なんですけども、ちょっとこの人はね、今回は脇役で、今回の主役はこちら、はい、オロックスさんの極薄版ニッパー、とても、使いやすくて、性能も申し分ない、そしてまあお安いよね。うんうん、ニッパーの中でもね、とてもおすすめです。ではでは今回はこの辺で、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。越えろ地獄の使者、闇が空を覆う。